もう本当小学校4年生だだろいいつ面白いんだよ企業買収も球団経営もフジテレビ買収も国会議員になるのも,も大人の世界に対して俺いろいろできるよ役に立つよだからもっと構ってよ遊びに入れてよって言ったら駄目って言われて刑務所に入れられちゃった話 面白い本だったよ、まあ、最初に言っくんだけども自伝なんだ、これほの早すぎる自伝って書いてるんだけどであらゆる自伝には共通するパターンがあってさ自伝っていう本はもうこれはもう誰が書いても同じになっちゃうんだけどもまず幼少期ね最初で、えー、2つ目満たされない何かっていうのを書くんだよ。で きっかけを書いてでチャレンジ書いてで挫折書いてで新たなる希望っていうまあエピソード6みたいな感じで新たなる希望を書いてそれで終わるっていうこれがワンセットになってるの。で堀江問題のこの本でいうと幼少期はまあ貧乏だわ貧乏っていうよりもあるんだけどもねとにかく親の仲が悪いのこれこう、えー。ゴーストライターが更生したからでしょってあの今コメント流れたんだけどもうんとね あのライターっていうのを、ね、使ってみたらわかるんだけどもねゴーストライターという人はいるよでそれとは別にライターさんという人がいるでこの「我が闘争」というやつの奥付けを見たら、あのー、ちゃんと恒星という人が出てるからゴーストライターというのは存在しないんだちゃんとライターは名前出してるからゴーストはないんだ。で そういう人に本を書いてもらうっていうのは実はものすごい分量をしゃべらなきゃいけないんだよね。で人に教えるのが嫌いだったり人からものを学ぶのが嫌いだったりする堀エモ門はそんなにねライター使いがうまいはずがないんだよ。<laughs> いわゆるライターを使うっていうのは人と話す時に自分の話で面白おかしく話す能力が必要であってこの人にはあまり向いてない。<laughs> いやで、全体の構成は多分 多分あの高精査の人がやってくれてると思うんだけどもまあ 本人この中で書いてるようにかなりの部分を刑務所の中で鉛筆でガリ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 って書いてたそうなんだでそれが全部とは僕も思わないよまあもちろん喋って書いてもらったものとかもかなりあるだろうけども全体のねこの温度感っていうのはあのこんなそんなにうまいゴーストライターがいたらいわゆるあのあのあの音楽家のですねあ,のあれでゴーストライター問題と同じでそんなにうまいやつがいたら世の中に出てくるよとそんなにねゴーストライターっていうのは都合のいい存在ではないっていうことを覚えており 俺なんかよく何だろうなあのビートたけしがあの人の面を見分ける方法が分かるとかパッと見て「あ面だかぶってる」っていうのが分かるっていうのと同じように俺はね多分俺に限らずプロの物書きって 本人が書いてるかゴーストが書いてるか編集がどれぐらい書いてるのかって何となく見抜くことができるよね。あの著作が1作がししかなないいよよ。うな人だったら難しいんだよ、まあ、それはもう本当に矢沢永吉みたいにこんな喋れるような口調で書,くは書けるはずねえじゃんっていう場合は別なんだけどもでもね著作が2作か3作以上あると大体分かっちゃうよね。でまあ あらゆる時代にはこういうパターンがあるこのパターンに黄金パターンに持ってったのはひょっとしたら編集者の腕かもわかんないんだけども堀山もやっぱこのパターンの中に入ってたさ幼少期はとにかく、まあ、貧乏であるというのもあるんだけどもものすごい田舎に住んでいてであの父親と母親の、ね、仲がものめちゃくちゃ悪かったんだよでで今はもうその父親と母親は離婚してお互い会うこともないっていうことなんだけどもあのその特に母親だよね。あのすごい 怖い母親で一回言い出したらもう自分の言ったことを絶対引っ込めないような母親になったんだ。で後半後半てか中盤出てくる大学時代東京大学時代に付き合っていた彼女の話とか出てくるんだけどその彼女もね一回言い出したら聞かない人でっていうか出てくるからなんかねそんなにね嫌で嫌でしょうがなかった母親と同じような、ね、女の人と結局付き合っちゃうんだなっていうのをなんかこう面白かったです。で、えー、幼少期はそういう怖い、うん、なんだろうな。 例えば、もう全然スポーツとかしたくないしやりたくなかったんだけどさ、母親がいきなりなんか、お前は柔道に行けっていうふうに言ったので6年間いやいや柔道に行ったっていうエピソードが出てくるんだけどもこういうことを無理やりやらされるぐらいつら、まあ、かったと。 で、満たされない何かっていうのは九州の片田舎に住んでいて何もなくてで頭だけは良かったんだ小学校からの時から本当に勉強なんかせずにあの教科書読んでるだけで試験で満点取れたとでそんな子供だったんだけどもなんかそっから先がない九州のいわゆる親が強いところに住んでるから、まあ、頑張って九州大学に行くかぐらいの将来しかないところで。 あの周りの人間と仲良くしろと言われてもなんで仲良くしなきゃいけないのかわかんないっていうような状況でどん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 満たされないなんか田舎に住んでて俺はこのまま終わっちゃうのかみたいなものがずっとくすぶっていると。 えー、東京家族3人でお父さんとお母さんと仲悪いお父さんとお母さんと3人で、えー、東京行くとすごい東京を楽しみにしてたんだってまずその頃、九州にはなかった地下鉄に乗れると地下鉄ってどんな乗り物だろうと。で次に 東京に行ったら高層ビルに行きたいサンシャイン60の上まで登りたいっていうふうにずっと考えていてやっと東京駅に着いたと,ところが東京駅に着いてそこから丸の内線に乗って池袋に行くはずだったのがお父さんもお母さんも田舎者で東京駅っていうのはもう人がごった返してるからどうしてもその地下鉄の丸の内線に乗れないと。 知ってる人はわかると思うけど東京駅から丸の内線の東京駅って結構遠いんだよねでその地下街通ってまっすぐ行くっていうのが分かんなかったから結局お父さんとお母さんと3人で山手線に乗ってぐるぐる回っちゃったんだってで、ぐるぐる回ってウグイスとかさ日暮里の辺のもう本当に九州と変わんないような田園風景を見ながら <laughs> なんでこんなことになるんだなんで俺の両親は 地下鉄も乗れないんだなんてみっともない恥ずかしいっていうふうに小学校の時の堀江門少年はうわーっと考えていてでようやっとなんだろうなサンシャイン60に着いた時にはもう時間がないっていうふうに言われたからとりあえず上の展望台まで上がっていくでそこでビル街とかを見てやっと東京に来た東京だって思っててうわーなんかあの住んでるとこにはビルなんかもうほとんどなくもう2階建てぐらいの家しかないのにビルだーっていうふうに見てるのに。 見たた。から帰ろうと言われたと「ちょっと待てよ」と「俺の両親はこれを見てすごいと思わないのか」と「両親ともに東京に来たことがないんだ」「初めて東京に来てなんでこの風景を見て感動しないんだいつもの自分の世界と違うものを見て感動しないんだ」と思って「でももう早く帰ろう」 早く行こうと言ってで急に母親が日光に行きたいってその場で言い出したんだよねで日光東照宮に行きたい日光行って日光東照宮見たりしたいというふうに言い出すそうするとお母さんというのも一回言い出したら引かない人だから何が何でも日光行くって話になってそこで時刻表とか見たらギリギリ間に合うんだって。 でギリギリ間に合うから行くということになってで,、えー、で日光に着いた時はもう夜遅くて旅館でももうご飯終わってるからとりあえずここで何か食べなきゃいけないということでその場でなんだろうあの池袋の駅の駅の構内にある駅そばを食べに行くって話だったもうだから東京に来てさまだ何も食べてないんだよホリエモンにしてみたらさ生まれて初めの東京でずっともう一生に一回あるのかないのか分かんない時に。 ももう地下鉄にも乗れないサンシャイン60も上に上がって一瞬見ただけでも親に帰ろうと言われるであんなものを食べたいこんなものを食べたいというふうに思ってたのに急に駅の中の駅そば食べるだけでそのまま日光に行くというふうに言われて堀右モ門はもうそこでバッと涙が出て「なんで!?」っていうふうに叫んじゃうんだった。 で、「なんで?」って叫んで「なんでこんなことするでこんなことするの?」って言ったらそしたら両親の顔が急にしらってして無表情になってあ「食わなくてもいいんだったら食わんでええよ」っていうふうに言われて両親がすっとそばへ入っちゃった。で堀モンはそこで外で待っててでそのまま両親出てきた日光へ行ってもう夜お腹空すいたんだけどもそのまま布団の中で寝て翌日日光日光東照宮とかの観光してさで九州帰っちゃったんだって。でそのエピソードが なんかね、この中で割と前半三分の一ぐらいのクライマックスなんだ。で、なんでこれを書かなきゃいけないのかっていうと。結局これは、そのホリエモンっていうのはさ、貧乏とかさ、そういう状況が辛いんじゃなくて。大人になんかね、思い通りにされるのがすごく嫌なんだよね。大人の思い通りにされるのが嫌だというところから始まって。で、大人の思い通りにされないように。 踏ん張ってきた結果逮捕されてしまってでライブドア事件で刑務所に放り込まれて自由を2年間奪われるっていうクライマックスにこうできてるんだよ。であんまりねなんかこの本ってそういうふうに読めるようにはできてないんだあのなんだろうな自伝風に書いてるからさでもストーリーとしては完全にある自由を奪われたことがトラウマの子供が 東京に行けば自由になる金を持てば自由になるいろんな企業を買収すれば自分がやりたいことがどん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 増えていって自由性が増えていくって話だったはずだったんだよでもそれが失われてしまうって話なんだ。今親とは仲がいいのかないやいやそれが、ね、あんまり良くないみたいなもう両親ともに、えー、離婚しちゃってるし親ともあまり意思疎通ができない状態でっていうのは続いてそれはねなんかわかるんだよね。で その後もホリエモンっていうのは、まあ、あの東京大学に入るんだけども東京大学に入るのも、まあ、なんだろうな完全に親からの脱出だよね。九州から逃げたい親から逃げたいそのためには普通に育ったら大九州大学に行くしかないんだよそしたら親から逃げられないからさ東京大学ぐらい言わないと。 あの親から逃げれないでと同時に、まあ、これがねこいつの嫌なところでもあるんだけれども、えー、東京大学ぐらいだったら勉強すれば入れるよということで半年間がっつり勉強してなんかえっ、ー、とね夏休み前には東京大学 F 判定だったのを受験直前にはね A 判定まで持っていって A かな B だったか判定まで持ってってスポーンってなんか東京大学入っちゃったんだって。でところが東京大学入ってからの堀エモ門ってさあんまりね 語られてないんだけどもまあまあダメ大学生なんだよね。で最初に小場寮っていうさ俺も行ったことあるんだけども,ものすごい汚い寮に入っちゃってでそこで入った初日に他の寮生の先輩みたいな人にマージャンに来いっていうふうに言われてその場でマージャン打たされるとで自分もそこそこマージャンの自信があったから行ったらもう古典版にやられて悔しくて悔しくてしょうがなくってもうそこでもう鬼みたいにマージャンしたで。同時に競馬も始めた 僕ら堀右衛門っていうと大学在学中にベンチャー企業の社長になったからすごいやつって印象があるじゃんもう全然そうじゃないで、<laughs> こいつね自分で会社作ったのって大学5年生ぐらいの時でなんか大学6人行ってないんだよな本当に卒業したのが奇跡みたいな状態で。 その年4年目か5年目ぐらいにようやっともう俺真人間になろうって <laughs> 堀右衛門がすごいねで堀右衛門が真人間になろうっていうふうに自分のことを思ってそれぐらい2年か3年ぐらい本当にマージャン漬け競馬付けだったんだってう競馬漬けでバカみたいなことにプロの競馬士になろうと思ってて俺は競馬で食っていこうというふうにずっと考えていてで塾で勉強しててさっきも言ったみたいに人に物を教わるのも人に物を教えるのも大嫌い。 な人間が塾の先生をやってで、それでたまに稼ぎがあったのでそれをまああのんだろう競馬で食いつぶしてっていうようなことを延々こう繰り返していた。で ある日、はっと気が付くともう何日も寮から出ていないと寮から出る時っていうのはなんだろう競馬に馬券買いに行く時だけっていう生活を続いててこれはダメだ真人間になろうと思ってバイトをするその最初のバイトがパン工場のパンの仕分けでなんかベルトコンビアから流れてくるパンをこれは30個これは50個というふうに平たい皿に並べるパレットに並べるだけっていうやつでこれね どの大学行っても大体ねパン工場のバイトってね学生課に貼ってあるんだけどねみんなつらいんだよこれ俺も昔あの大阪電気通信大学というところに3日間だけ行ったんだけどさ。<laughs> な,なんで3日っていうのを置いといて3日間だけ行ったんだけどその時にフジパンのバイトっていうのがあってパンの仕分けっていうのが書いてあったんで俺絶対にそれは来たパンをなんかランダムに流れてくるパンをパクって一口食べてこれはクリームパンこれはジャムパンっていうふうに分ける仕事かなと思ったんだけどそんなはずがなくてもう本当にひたすら並べるだけでで先輩もあのパンは絶対にあのパンのバイトはやめろとすごい辛いっていうふうに言われたんだけどもそれに行ったらもうね 一日でやめちゃったんだってホリ <laughs> ああの負けず嫌いのホリオンが一日でやめて <laughs> であの東新システムズだったかな東新ハイスクールっていうさ塾の。 会社があるじゃん。その塾の会社で新しくシステム開発っていうか塾の中で使うソフトを作る専門の子会社ができたのでそこに入ってバイトしたでそこで高校の頃にものすごく好きだったパソコンっていうのをずっと触ってなかったんだよ大学の時に。もう僕らのイメージの中と違うじゃん東京大学にいる時に得意のパソコンの技を生かしてなんだろうなシステム会社立ち上げてっていうふうに考えるんだけども実際はそうじゃなくて高校の時にやったんだけど大 中学高校の時にあんなにこんなに欲しかったってこの本の中でもこんぐらいのページ数かけてさ書いてんだけどさそれがもう全然出てこない大学時代の話題にパソコンのパノチも出てこなくて延々駒場寮でなんだろうヒッチハイクして串カツ食いに行ったとかねそんな話が延々出てきて、まあ、あのインベスター Z って今コミックモーニングでやっている漫画のその主人公が塾に入った いマージャンさせられて負けるとかさあとヒッチハイクの話とかさそこら辺一連は全部これリエモンの話が元ネタだっていうのがわかるね。でまあなんかそういうふうにして大学生活をダメにしながら行った東進システムズっていうその塾の話の中で。 えー、ようやっと、うん、パソコンの話が出てくるで、あのー、簡単なプログラムを作ってくれみたいな話移植してくれみたいな話からだん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 パソコンの仕事自分が得意なのが分かってくるで同時にプログラミングとかそういうふうなことをできる人がほとんどいない。 あと、そういうのを受ける仕事っていうのを作ってるところもほとんどないってことでその投信システムズはその東信ハイスクール以外の仕事もどん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 取っていくようになるんだでそういうのを取っていくようになって分かったのが堀山はあこれだったら自分で受けても自分で会社を作っても大丈夫だなとそのころ堀山は東信システムズじゃなくて別のバイト先行ってんだけども、別のバイト先でもそのもうね自分で仕事を受けれるようになったと。 なので、やめて自分で会社作ろうというふうにいよいよ堀エモ門が思うようになったのはもうあの普通だったら大学をとっくに卒業しているような年になってからでこの時に起業したから一応堀エモ門は在学中に起業ということになってんだこの辺までがまあ前半だと思ってあの新宿のロフトプラスワンっていう居酒屋があってそこで僕は月に1回トークやってたんだであの堀エモ門も月に1回あの堀右衛門がしゃべるみたいなあのトークの イベントやってて。そこで一回、ゲストに呼ばれたわけだよね。でゲストに呼ばれて僕は会ったことがないけど正直行きたくはなかったあのなんかやっぱり、ね、世間で行ってるホリエモンのイメージっていうのがさすごい強かったから。 それでああんかでもまあ呼んでくれるし行こうかと思ったしあとは何だろうなオネアミスの翼に出資するっていうことはそれなりにアニメに興味がありそうだから、まあ、そこで話もできるかなと思って行ったんだよでそしたら行ってみたらさもう噂通りわがままでで人の話を聞かないというかこの本読めばちゃんと書いてるんだけどねそうではなくて人の話を聞き出すことしかしないんだよ。 ななんん。かこう、ポイントだけけ言ってくれるわじじゃないじゃい A があって B があって C があって D なんですよという時に聞きたい情報が C だとしてもそれを聞くために ABD を聞くのは当たり前じゃんでも堀山はそれをすごい嫌がるんだよね。C の部分が終わるや否やもういきなりねなんかこう携帯を触り出したりするぐらいの <laughs> とんでもない人間性のなさでさ <laughs>。 その辺でね。なんかね。人の話をね。聞くとかいいんじゃなくて聞き出すっていう感じになるんだで。僕自身も割とあのその感じはわかるし、僕もそういうところがあるからなんだけども、ここまであからさまじゃないんだで、こんなに悪びれずにやるのはすごいよなと思って。 だよね、そこで何か思ったのが「そのロフトプラスワン」で話した後に言ったんだけどもそのホリエモンっていうのは中二病じゃなくて小四病というふうに言ったんだよねつまり中二で中二から先になんか成長止まってる人のことをいつまでとも中学2年生みたいなことを言うのを中二病って言うんだけどもホリエモンっていうのは小学校4年生みたいなことをずっと言ってる小四病だよっていうふうに僕は言ったんだけどそれは何かっていうと例えばさその対談の時にホリエモンは不老不死が現実化するっていうふうに言うんだよ。不不老不死が現実化するって 例えばこんな研究データがあるというふうにダーッと言うんだよ確かにそうかも分かんないんだけども研究データがあるとかこんな学説があるとかいうふうに言い出したら大体何でも言えてしまえるじゃん。 もうそんなこと言い出したらさもう10年も前に空飛ぶ飛行機は実用化されてるはずだし20年も前に何だろうな自然言語を話すコンピューターが出てきてるはずだしさ30年も前に核融合炉が実用化されてるはずだしさ最新の学説の都合のいいところばっかり組み合わせたらそれは何でも可能なように聞こえるんだよ。でもホリエモンの言ってる不老不死は可能だっていうのは僕にとってはそのレベルに聞こえちゃうんだよね。 もちろん、それは何でかっていうとホリエモンっていうのはすごい楽観的な人間だから理論上は不可能ではない理論上は不可能ではないものを現実的に可能にできるかどうかはあとはそれに関してどんな人がどういう研究をするのか頭のいいやつに十分な予算を与えてで現実可能なゴールというのをこういうふうに組んでいって研究させることで可能になるっていうふうに考えてるんだ。 宇宙ロケットも全部そうだねホリエモンが考えてるプロジェクトっていうのは全てなんかその都合のいい理屈っていうのを組み合わせてできてるんだよでもねなんかイノベーターっていうかねあの何かを始めてる人始める人っていうのは絶対にそうなんだよ。 公平で客観的なビジョンを持ってる人間は成功しないんだよ言い,言いづらいことなんだけどね公平で客観的なビジョンを持ってるやつはテレビでホリエモンにケジつける役なんだよなで、そうじゃなくて何かやり遂げちゃうやつっていうのはもうスティーブ・ジョブズにしてもそうだしホリエモンにしてもそうなんだけどもう楽観的なことだけ言って俺はできるんだって言ってやっちゃうやつだけであってそれは言い方考えればバカに近いんだよな俺 言れ言わせば、小4なんだけども <laughs> でああ、なんかこいつは面白いけども何 <laughs> だろうな一晩話しても二晩話しても多分全根本のところで価値観が合わないなっていうふうに思ってまあ、それが面白いからいいんだけどでねその後で逮捕されるわけじゃん。で逮捕された後で刑務所で会った時にはもうね淡々と堀エモ門してるんだよね。もう もう秘書の人に対して相変わらず悪口ガンガン言ってすげえわがままなんだけどもうそれがで、ね、板についてるんだよそこら辺が面白かったけどね。でこっからの話なんだけどね。一応ねあの本の中に書いてることは前半を中心としてざっと話したつもりなんだけどもなんでこう今日堀エモンを取り上げたのかっていうとまあ堀エモ門のことを考えるんではなくてやっぱりポイントは 自分のことなんだよね。自分のことっていうのは集まり。僕にとっては僕のことだし、みんなにとってはみんなのことなんだけども、これを僕らっていうふうに言ってみようかこの塊を。この僕らにとってホリエモンというのは必要なのかっていうのを考えたかったんだね。だからホリエモンを考えるっていうのをタイトルにしたんだけども、世界にホリエモンというのは必要なのか。でね、僕が主にね、ホリエモンのいない世界よりも いいる世界の方が面白いんだよあの。もちろんライブドアに関して損した人とか投資家とかいっぱいいると思うんだけどもそれに関していいいやね、ご愁傷様とししか言よがないよ申し訳な申訳堀江も <laughs> ホリエモのねやりたいね宇宙開発とかね755とかねグルメ情報とかがね本当に役に立つのかっていうとね可能なのかっていうと。 そんななに俺、ね、重要じゃないと思うんだよね、僕らにとって僕らにとって、7五がすごいあの使えるツールになるのかとかホリエモンがやってるブルメ情報というのが重要なのかとか宇宙開発が生きてる間に僕らがお金払えるようになるのかっていうのはね気にはなるんだけどもそんな重要じゃないそれよりはこんなやつがねいる方が面白いんじゃないのかっていうふうに思ってるんだ僕は。で じゃあ、もう自分たちに対する問いかけになるんだけど。さ、じゃあさ、さ僕らはこの世界に対して必要なんだろうかというふうになってくるよね。つまり、ホリエモンというのは、ホリエモンがいた方が、この世界は面白いなというふうに僕は考えるんだけども、翻って自分たちを考えてみるとさ、えー、僕らはこの世界に必要なんだろうかというふうに感じしてしまう。だから、自伝っていうのはさ、さ読んだら面白いんだけど、読んだ後、元気もらえるんだけど、切ないっていうのは、そこがあるよね。なんか、この世の中に自分っていうのは、 なんかこう必要だろうかというのはいつも僕らを、ね、憂鬱にさせたり劣等感を芽生えさせたりするんだよね。でこんな自分がこの世界に必要なんだという根拠なんかないのが当たり前でさある人間の方がおかしいんだよ。で普通あるかどうかってその根拠っていうのを金とかさだから家族と愛情とかさ仕事とかさ友達とのつながりとかさあとなんだろう正義とかさそういうふうなところになんか根拠っていうのを求めるんだけどさこいつ面白いんだよ。ホリエモンっていうのはさ、 全くね根拠求めないんだよね。なんでかっていうと、内政があまりないからなんだ。つまり、自分は本当は何したいんだろうかというのがあまりなくて、この本の中に出てくるホリエモンの哲学っていうのは、流れに任せると、あと、目の前のことに集中すると、もうこの2つだけなんだ。とにかくわかんなくなったら、流れに任せろ。 で、何かやることがあったら目の前のことに集中しろっていうふうなことを彼はこの中で何回も言ってるんだ。それは自分が何で存在するんだろうとか自分は役に立つんだろうかとか自分はこの世界に必要なんだろうかっていう根拠みたいなことに全く流されずに今やることがあるんだったらやれよと今あることを一生懸命やったら悩むことなんかなくなるよと。ほとんどねなんかあの人生に悩んでる奴は腹筋しろって言ってる三島由紀夫みたいな考え方なんだけどさ。 なのでホリエモンは死ぬことをすごい怖がるんだよもうあの小学校の頃さ人間はいつか死ぬ俺もいつか死ぬんだっていうふうに考えてすごい怖くてで何日も何日もそのことで悩み続けてずーっといまだになんかあの年に何回か。 もうう怖怖くて怖くくててしょうがなくなると。でも怖くない時が1回だけあって、それは何かっていうと大学の,そのなんだ留年し続けて会社立ち上げて2年間ぐらいものすごく忙しかったんだってでこのものすごく忙しかった2年間だけそのいつか自分は死ぬというこのを1回も考えなかったんだってなので俺はもう忙しいということに決めたって言って <laughs> そっから先目の前のことに集中するというのは何かって言ったら彼にとっては恐怖から逃げる方法なだってそう。 もう本当小学校4年生だろうこいつ <laughs> 面白いんだよ根拠にね悩む自分は生きてていいんだろうかとかさ自分はこの世の中に必要なんだろうかっていうのはなんかね自分の人生にね意味がないことっていうのを恐れてしまうんだよねホリエモンみたいにえ死ぬことを恐れてる人間は生きてるだけでもう儲けだからさ。<laughs> 生きることに一生懸命でそういう哲学的なことに悩んでる暇がないんでっていうのはホルエモンとって哲学っていうのは悩んだ瞬間に異常な暗闇が襲ってくる恐怖のものなんだよね僕らみたいに哲学っていうのをほっと気軽に考えられるほど気楽なに世界に生きてないもっと なんか生きるか死ぬかっていうのは変だけど切迫した世界に生きてるだから「我が闘争」っていうタイトルをつけたのは彼にとって人生っていうのはずっと戦いであってなんでかというと戦い続けないと死んじゃうからなんだ死ぬ恐怖死んじゃうって言うんじゃない死ぬ恐怖に自分が負けてしまうからなんだよ。で、えー、僕らは根、ね、根拠拠にに悩悩むむじじゃゃん。ん。自分のの人生で自分の人生に意味がないことを恐れてしまうから意味がないことを恐れるあまり。 ね、自分の人生に意味がなかったんだとか自分は誰かに必要とされなかったんだということを恐れるあまり失敗を怖がっちゃうんだよね。だから人生に対して貪欲になれない。ホリエモンみたいに。え えるのじゃあ近鉄バファローズとかええー、るのじゃあフジテレビとかえー、慣れそうなのじゃあ国会議員っていうふうに前へ前へ行こうとするんではなくてなんか適当なところで手を打ってあとは気楽に生きてきゃいいやとかあとは食えればいいやっていうふうに生きちゃうんで、ね、多分そういうのを堀エモ門はすごい嫌がってる。逆に言えば、 これからグローバリズムの世界の中で食えればいいやみたいなやつは。死んじゃうぞと逆に、俺みたいに前前へ行こうとしない限り。70億人が一斉に生存競争する世界で生きていけねえよっていうふうに思っちゃうんだよね。だから、そこら辺が、そのホリエモンが今。近畿大学のさ、大学の卒業式かなんかの、あの言葉で言った、えー。とにかく目の前のことに、やっぱあいつ同じこと言ってんだよな。<laughs> もう、目の前のことに集中しろって言ってんだけどさ一生懸命にやるって言たんだけども <laughs> それもねあのやっぱ堀エモ門の基本的な考え方なんだで自分でだから僕らはその欲望っていうのは実はあんまりないからさあの平和になんか気楽に生きていきたいぐらいをゴールに考えてるから堀エモ門みたいに能力になれない。で「我が闘争」ってこの本はさ、まあ、そうかすると堀エモ門っていうさ 面白いおじさんんの辞伝なんだよで。死ぬことだけが怖い人間死ぬことしか怖いことがない人間がどのように遊びまくるのかっていうマニュアルとしても読めるでも、ね、この中に書いてある本当の、ね、メッセージっていうのはそのさっき言った自伝として大きい文脈みたいなものがあるんだけどその文脈を読んだ上での大きいメッセージっていうのは「俺いろいろできるよ」「なんか役に立つよ」「だから無視しないでよ」「かまってよ」「遊びに入れてよ」ってことなんだ。 森山衛門はその幼稚園から小学校から中学校までずっとこれ言ってんだ俺いろいろできるよで役に立つよだから構かってよ遊びに入れてよっていうふうなことをずっと言っててでだからその企業買収も 球団経営もフジテレビ買収も国会議員になるのも全部政治の世界にしても何にしても大人の世界に対して俺いろいろできるよ役に立つよだから若者と言って馬鹿にしないで T シャツをってそんな目で見ないでもっとかまってよ遊びに入れてよって言ったらだめって言われて刑務所に入れられちゃった話なんだなんかねあの、巨大な小学校4年生の話として面白かったんだよな。 マリオのゲームオーバーみたいなもので「ああ終わっちゃった!」っていう感じに近いと思うんですよね。